まずです。今日は雪が降ってますね。明日はまだ雪が降るという情報なんですが、食べてもらいます。まず今日はメインのトロロ、そしてマグロの長打ち、そしてそば、そしてご飯。まあ、その時なら麦飯がいいのかもしれないけど、そこまでこだわりません。それではいただきます。まずこっちから行こうかな。うわ、伸びるな、やっぱり芋は、山芋は。自然薯ではないんですけどもね、確かに。うまそうね、マグロ。マグロ大好きなんですよね。まあ、大トロとはとは違います。まあ、中落ちですけど。もうこんなにツルツルしてるもんね。素敵だな。これは大葉です。わ、めっちゃ香りがいいな。わさびをのせて。しょうがね。マグロ、マグロゾーンの出来、はい、ちょっと次の作業に入りますね。ちょっと落ち着いて、これはそばです。和そば。今日はね、ご飯とそばのダブルを楽しみたいなと思っております。ちょっと時が悪いんですけど、ザーザーっと入れちゃいますね。いけー。大葉の香りが素晴らしいですね。そして青ネギ、わさび、最後に海苔をのせて、その上にかき揚げ、エビか、エビせんかき揚げ、よし。あ、卵をね。
そしとこう。これぞさ。行きましょうかな。マグロ丼。そしてこれ山芋そばっていうのかな。なんていうのかわかんないけど。こっちから行こうかな。それではいただきます。
その時は静岡県の川沿いの町の川沿いのボロアパートに住んでました。窓を開けるともうすぐ川なんですよ。で、こんなこと、きれいだな。川沿いのアパートに2階に住んでたんですけど、部屋の中にですね、小さなこのぐらいかな、カニが出るんですよ、カニに。もうびっくりですよ。はい、時報のサイズです。だからなので夜の8時や7時か7時のサイズがなるんですよね。で、その部屋に出てくるカニが、ゴキブリホイホイに引っかかっちゃって、もうびっくり。エビの風味がすんごいする。このもうツルツルいけちゃいますね。
どういうわけか子供の頃にはですね、ほうれん草を食べると霧がいっぱいできて体にいいと言われました。なぜ、やばいもんは子供の頃はあまり欲しいとは思わなかったんですけども、今がうまい、うまい。それはまあ、出前物のいいところですね。うまいんだから、しょうがないよ。
出場者。水を食べさせてくれらしいんで、行くぞ。マグロの山掛けすごいうまかった。もちろんそばもうまいんですよ。エビの香り、かぶりついてたら、出てきた時のに、汗が出てきました。ポカポカする。ただ、こういう塗装をした食べ物は質のない僕にとってはなんだか食べづらいものでもありまして、ひたしたら間違って僕にしちゃいますからね。肺に入ったら大変なことです。
あっ、熱っ、熱いよ。ごちそうさまでした。